今度今村スリーポイント狙ってくる、乗せれば怖いプレイヤー、まず決めてきました。このタッチはどうでしょうか今日の今村。さあ岸本、そして今村、米山がつきます。どうするか、今村が中アタック、おー決めてきました。小野寺から中、奥クーリー逆サイド、そして回す、よくボールが回っている、これを沈めてきました今村。ここはバーナムとビッグロー、またこの2人のやり合いですが、原も行く、カルタマヨ、スリーポイント狙ってきた、おー捉えました今村。クリもいる、その中で琉球がボールを取りました。さあ3対2アウトナンバー、さあここは今村が決めてきました。いいシュートで終わって落ち着きたいです。岸本、スリーポイント、オーリバンドクーリーです。そして今村スリーポイント、やはり決めてきました。いやさすがですね。ツーポイントを狙ってくるか、すぐさま打つ、ジャーバーになってる、そしてバスケットカウントになりました。琉球逆転、残り 3.9 秒、総出しでしたね、はい、このシーン。これも西村言っていたんですが、ファールがなくて、うわーエンドワン、タフショット決めています。ベンチ前、ジェッツはこの後、はい、今村選手